まずいな、囲まれた。もう少しであいつをぶっ倒せるのに、こう雑魚が多くちゃ。クソ、なんとかならねえのかよ。なんとかして差し上げましょう。え？エナジーブラスト。すごい、一撃で魔物が全部。いやー、この状況なんだか懐かしいと思いませんか、ルーク。ジェイド、ジェイドか。あれが本物のジェイドさん。ずいぶんと苦戦していましたね。私の姿をした魔物につい手加減をしてしまったとか。なわけあるか。いつも以上に気合入ってたっつうの。それは結構、私への日頃の鬱憤を晴らすいい機会だったようですからね。存分に楽しめましたか。え、気のせいかオーラが黒い。あのルーク様、この人本当に本物ですか。こっちもコウマなんじゃ。いや、このひねくれた態度、本物のジェイドに間違いなさそうだ。でもどうしてここに。街で親切なジェイドさんとかいう愉快な噂を耳にしましてね。高みの見物をしていたんですよ。そうしたら皆さんが親切なジェイドさんと街を出ていくじゃないですか。面白そうだったのでこっそり後をつけちゃいました。後をつけちゃって、え？お前まさかこの道のりの間ずっと。ええ、どうやらあなたは私が優しくすると健康に害が及ぶようですね。あと何でしたっけ、嫌味、説教、嫌味。あれはしょうがねえだろ。だいたいお前な、ついてきてたんならすぐ出てこいよ。おかげであの偽物が調子に乗って。しまった、まだ生きて。おや、とどめを刺し損ねたみたいですね。ルーク、あなたが無駄なおしゃべりをしているからですよ。俺？俺が悪いのかよ。まあ、あの状態ではそう遠くまでは逃げられませんね。じわじわと追い詰めてやりましょう。はい。なるほど、先ほどの道中で耳にしたあなたたちの会話も合わせて一通りの事情は理解できました。それともう一つ、町の人々の様子ですが、老若男女の違いなく記憶に曖昧な部分があるようです。忘れているわけではないのに自分の記憶が絶対だとは信じきれていないようでした。まるで夢について話しているような。この現象もあなたたちに関係があるのでしょう。はい、具現化の影響かもしれません。みんなの記憶も術の力で生み出しているから。まだそれが安定して馴染んでいないからそんな風になってしまうのかも。でも具現化が安定すれば問題はないはずです。ないはずですか。ま、信じるしかないのでしょうね。それが真実かどうか今の私には確かめる手立てがありませんから。なんだよジェイド、ネチネチ問い詰めて。さっきの偽物の方がよっぽど紳士だったぜ。そうですか。それならルークには特別に偽物同様の態度で接していきましょう。そんな風に他人をかばえるところがあなたの美徳であり優しさですから。気持ち悪いけど、これもジェイドなりの嫌味だと思うとなんか今は心地いいぜ。もっと来いよ。やれやれ、どうやらおかしな方向にこじらせてしまったようですね。まあいいでしょう、せっかくの機会です。
私もこの世界について研究してみます。あなたたちのような鏡師やその術の元となる魔境、私たちの世界の符号にあたる仕組み、興味はつきませんから。う、なんだか雰囲気が違いすぎて混乱しちゃいますよ。むしろ偽物が懐かしいような。ああ、カーリャでしたよね。あなたのこともいろいろと知りたいものです。その姿を見ると胸の鼓動が止まりません。え、嘘、カーリャに恋しちゃった？はい、もう今すぐに解剖したいくらいですよ。解剖、強制、未知の存在への探求心で胸が高まりますね。そうだ、ミリーナ、彼女を少しお借りしてもいいですか？今のうちに体組織の標本採取を。ダメー、やめて、やめてください。ガタガタブルブル、ガタガタブルブル、ガタガタブルブル、ガタガタブルブル。ジェイドさん、さすがに冗談がきついですよ。二人が怯えちゃってます。おや、冗談ではなかったのですが、仕方ありませんね。これはしまっておきましょう。今手に持ってたのってなんかの瓶と小さな刃物。本気じゃない、この人本気なんじゃないですか？うんうん、みんなが本物のジェイドのこと理解してくれたみたいでよかったぜ。なんかブルブルっと来た。ミリーナ様、この近くにありますよ、コーマの鏡。本当？もしかしたらさっきの偽物もそこにいるのかな。コーマの鏡って魔物が湧くとか言ってたやつか？そう、コーマにとって鏡は巣みたいなものかな。封印しないと無限に湧き続けるの。手負いの魔物が巣に戻るというのはありえるかもしれませんね。しかも先ほどの場所からも近い。うぅ、プルルル、こっちこっち、もうすぐです。あった、コーマの鏡。予想通り偽物もいますね。全然動かないですけど。よし、今のうちに一気に叩くか。いや、ちょっと待ってくれ。なんでだ、今が好機ってやつだろ。また騙されるかもしれない。罠とかさ、ジェイドさんにだって化けられるようなずる賢いやつだから慎重に行かないと。じゃあどうするんだ。俺が飛び込んで、あ、いや、しばらく様子を見るっていう手もあるな。でもその時間で回復されたら元も子もない。戦っている間に鏡からコーマが発生する可能性だってあるし、いっそ俺が忍び寄って鏡を封印してから。あー、出ましたね、イクス様のいつものあれ。ねえイクス、そんなに考えなくても。ミリーナ、悪い、ちょっと待ってくれ。最善手を探すから。なあ、さっきから俺が俺がってなんでそんな作戦ばっかなんだ。それは一番いい方法を取るためだよ。みんなを守れるように、誰も傷つかないようにってさ。こういう場数だって踏めば踏むほど次に役立つ。もっと強くなれるだろう。それはわかるけどさ、お前の作戦に俺たち入ってないような気がするんだよ。それは強くなって自分が全部何とかしなきゃっていう気持ち、俺にもよくわかるけどさ、それは仲間のことや周りの状況が見えないのと同じになっちまう時があって、
説明の要領は得ませんが、そんなことが言えるようになったとは驚きです。ちゃんと頭も成長していたんですね。はいはい、ジェイド先生のおかげです。まあ要はさ、仲間を頼りにしていいんだよ。ほらミリーナもカーリアもあんなに心配そうにお前のことを見てるしな。うん、ルークさんの言う通りだよ。私の頼りにしてって言葉、軽く聞こえるかもしれないけど、本気でそう思ってるよ。そうか、そうだよな。みんなのこと考えているようで、俺自分のことだけを。そんな顔するなよ、イクス。一人でも頑張ろうって意気込み自体は悪いことじゃないんだしさ。だからあんまり気負うなってことで。どうしよう、ジェイド、これ伝わってるか。やれやれ、人に説教などなれないことをするからですよ。いや、ありがとうリューク、おかげで決心できた。改めて頼むよ、一緒にコーマのところへ飛び込んでくれるか。おい、いきなりそれかよ。でもまあいいぜ、お前の背中は俺に任せとけ。ミリーナ、援護をよろしく。うん、一緒に頑張ろう、イクス。よし、行くぞ。やったぜ、アーバよ、綺麗な方のジェイド。イクス、鏡の封印を。ああ、任せろ。よし、封印完了。よっしゃ、無事終わりでいいんだよな。ああ、この世界も時期に安定すると思う。それにルークやジェイドさんを狙うコーマはもう現れないよ。それはよかった。これ以上あんなコーマに私の真似をされるのも迷惑ですから。さすがのジェイドも自分の偽物は気持ち悪かったか。というよりも、偽物がむやみやたらに偽善を行ったおかげで、あの町は今空前のジェイドブームなんですよ。ジェイドブーム？お前よく真顔でそういうこと言えるな。私が町を歩けばお年寄りはお菓子をくれ、子供たちは歓声を上げて、ジェイドさん大好きと抱きつきに来る。いやー、地獄ですね。それが喜べないとか、どれだけ。ルークさん、すごい人と仲間なのね。尊敬するわ。本当ですね、さすがルーク。いやー、それほどでもあるけどな。それとジェイドはその紳士の笑顔をやめろ。で、イクスたちはこの後も別の世界の具現化っていうのをやるのか。あ、今はそれが俺たちにできることだから。そうか、もしよければだけどさ、これからも俺に協力させてくれよ。
ルーク、いいのか？俺なんかでもさ、世界を救う役に立つことができるならそうしたいんだ。なんだよルーク、俺なんかなんて。ルークが協力してくれるなら嬉しいに決まってるじゃないか。さっきの助言通り頼らせてもらうよ。これからもよろしくルーク。ああ、どんどん頼ってくれよ。ジェイド、お前もいいよな。ご一緒するのは構いませんが、具現化のお手伝いとやらは遠慮します。え、なんでだよ。先だっても申し上げましたが、まずはこの世界を調査したいんですよ。研究材料も山とありますからね。おいおい、マジか。それにこの具現化世界が安定したとはいえ、長時間にわたり共栄店がこの島から出て何も影響がないのか少々気になります。ですから私まで戦いに引っ張り出すような事態が起こらない限り調査に集中させてほしいんですよ。あ、はい、それはもちろん。お、よかったじゃないかイクス。え、なんで？だって要するにジェイドは自分が出るほどのことがあるときには助けるって言ってるんだし。ルーク、本当にすごいな。あの言葉の裏からよくそんな意図を。いや、今回の偽ジェイド騒ぎで俺もいろいろ学んだんだよ。ジェイドが皮肉や嫌味を言ってるうちがまだ平和なんだなって。ルークさん、もうなんか悟ってるって感じ。やっぱりルーク様も共栄店なんですね。とんでもない大物です。そうだな。まあ、コーマの鏡も封じたし、セールンドに戻ろうか。ルークたちとの時間が濃かったからな。特にジェイドさんはすごかった。私たちの周りにはなかなかいないタイプの人だったね。それとルークのおかげで分かったよ。ミリーナやカーレがどれだけ俺のことを思ってくれてるのかも。自分でもそれに気がついていたはずなのに、変に考えが固まっちゃってて、俺情けなかったよな。何言ってるのイクス。私は強がってるイクスだって頑張っててかっこいいって思ってたよ。ミリーナ。だけどいろんなことを知って気がついて私を素直に頼ってくれるイクスはもっと素敵に見える。はいはい、よかったですね。なんだよカーリャ。別にいいんですけど、カーリャがいることを忘れないでほしいです。わかったって。甘いもので許してくれるか。仕方ないな。ちょっとそこの店に。もう信じらんねえよ俺は。あんたやめてよ、そんな大声で。飲みすぎだよ。俺は救世軍に入ったやつに聞いたんだぜ、ギフィオンがセールンドを腐らせるってな。そんなのよその人が聞いたら。みんな言ってるだろうが、政治はガタガタ、最近は地面までグラグラ揺れ上がる。これなら酒飲んで目が回ってる方がマシだ。
ミリーナ、行こう。どうして具現化のこと秘密にするのかな。みんなに話せば狂心の不安も落ち着くのに。それは大陸が失われたこととか、新しく大陸を作ってることとか、突然聞かされてもみんな不安になるだけだからだろう。そうよね。わかるよ。ゲフィオン様って何か隠してるみたいな気がして心配になるよな。でも世界を救う方法がこれしかないなら、私たちはゲフィオン様を信じて具現化を頑張るしかないのよね。今は俺たちにできることをやろう。一刻も早く具現化を成し遂げてアイギスを作り直してもらうんだ。でもその前にまずは甘いものですよ、イクス様。わかってるわかってる。あそこの旦那また暴れてるのかい。ああ、荒れるのもわかるがね。国がこんなに落ち着かないんだから。おかげで俺なんか夢見まで悪い。あんたもかい。それ滅びの夢だろ。私も見るんだよ。みんな金色の砂になって死んじまう嫌な夢をさ。滅びの夢。どうしたミリーナ。何でもないの。